館はワンチャンあるけど、大桑の方がどうせ閉まるの遅いから、うん、アピタ、うん、行った方が良さそうだから、アピタから攻めてみますか。はい、あんまこれ咀嚼を鳴らしながら。あ、どうぞどうぞどうぞ。もう、うちのチャンネルでそんなクオリティーの話なんて、大丈夫、要求比率低いんで。任せて、どうぞどうぞ。食べながら行きます。なんなら一切で欲しいぐらいだもん。まあ、負けるわ、じゃあ。うん、まあ。とりあえず、ちょっと私はユニの方に出してくれてます。はい、ああ、では行きましょう。はい、やっぱ楽しいね。うん、から出たらいいと良さそうかな、これ。ね、右の方に行くと信号がある。ずっと右の方。あのビバの向こう側。おう。遅かったね、ごめんね。ああ、しかもここ右折禁止やん。あ、そうそう。右折にあのガーデンセンターのところの信号があるんですから。先に行け。先に行け。こっちからどういうことも分かって。その先。うん。ビバフォーはここカーピターあるんや、うん、でかいね、リオワールドみたいな、ね、リオワールドの方のがマイナーなんやろうけど、もちろん大丈夫、滋賀県民の人たちは、うん、あそこは滋賀が一番やもんな、うん、で一番東の果てが四日市なんやったっけ、うん、なんかほぼほぼ飛び地みたいな感じがそこだけポツンってあるもんな、うん、シナトル独特だからあのなくてもならない存在ではあるんやけどな、文具系とかでなあそこしかないやつって結構あんだわ、うん、ビチョコってどこに泊まるの、ここに泊まってきたって言って、さっき、チーズ電気行ったけど、あの辺にね、うん、ポツンとロードサイドにあるんですよ。え、ロードサイドである、うん、じゃあ車で行ったんや。そうそう。あ、そうそう。すごいね。うん、一泊で、うん、で何、熱海滝行って。ああ、四十八滝。で、まあ、帰りにここ寄ってって感じで。ああ、先にそこ寄って、うん、で、寄って一泊して。うん、まあ、ほゆっくりとこっちの方見てっていう、うん、で次の日を、まあ、帰りに、あのイオン、まあ、巡礼して、どこの、あ、なんかリバーナ、おお、はいはい、俺リバーナ行ったことねえんだよな、うん、もう古き良き昭和のジャスコです、うん、もう白子の酸素がなくなったんだから本当にな、うん、悲しくてな、あれもね、うん、まあ、2年後かな、うん、サンズのところ、うん、あそこ何、結局マックスバリューになるの、いや、イオン、イオンなの、うん、間違いない、へえ、だからまあ2階建てぐらい、店舗2階の、うん、まあね、ちょっと砂ぞれは多分狭まるだろうけど、イオンのブランドで今そんな小型携帯ってあったっけ、うん、ないの、ソヨラっていう、うん、イオン、ソヨラ、ソヨラどこ、カミーダにある、カミーダに、あの昔のダイエーカミーダ店から転換したイオンを建て替えたあれが行ったんだけど、まさにあの次の四国店にふさわしいような作りになってた、だからあれが、はい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 、あそこに、ああ、本当に割と高齢者向けの、うん、2階は、実用医療、まあ、働きとか、うん、と、うん、こうなんていうの、ドラッグとか、うん、もろもろ合わせたような、誰、ね、だいぶ違う気もするけど、あそこに近い感じか、近い感じか、おわせの岩。あそこももうテナントがなくなってなくなってのパターンではあるけど、もう1階が食品で2階に、あ、1階にも医療品あったっけ、うん、みたいになってるけどね、
そう、なぜか尾張のね、あ、尾張じゃない、あの尾鷲、尾鷲のジャスコのやつは再生がいいんだよね。多分ね、あれサムネイルがいいのよ。あの白イオンっていうタイトルで、はいはい、あそこのイオンなぜか真っ白いで、あのフードコ、あのスガキ屋のあたりあったよなっていう話をしとって、あれなスガキ屋なかったっけ、あれ2階のあそこら辺にあったしかあったよなって話をして、そうそう、あっちにありましたよとかいう話題とかでちょっと盛り上がるのとかって、そのやっぱコメントが入るとね、あの動画が伸びやすい傾向ある。こんなとこにあるの、なんか一山越えた。なんでさ、アビタってさ、いつもさ、こっちのさ、南の方に作るときにさ、外してくるんだろうね。ね。そうそう。うわあ、眩しい。ざけんなレベルで眩しい。え、見えねえ。誰かいるよね。ああ、そこにいるのか。おお。いや、これは程度レベルで貧しいね。これもうね、多分ね、映像使えないよ。あの、目が、目がーってなるよ。あの、画像を見てる人も。なんで、あの、さすがにモザイク処理を入れると思うけど、眩しすぎる。あ、まあまあ、そっか、団地があるからな。え、でもこんなとこにそんなでかい、え、でかくないのか、じゃあ。いや、割とまあ、でかい方だよ。あのまあ、鈴鹿のドンキユニ、それにあるには、あの星川のところみたいな感じではなく、うん、うん、もう敵こういうところやから星川みたいな感じやったな。いや、やっぱアピタの名残がすごくある、うん、アピタな、星型とか星型アクア、アピタ、アピタ、ピアゴ、ユーソア系と、あとは俺の中では1号館かな。店舗のブランディング、いつも迷走してる。まあ、なんか名前変わったなぁが多い、会社、ベスト3に絶対入ると思う。全国区にしたって、調べたとしたって。1号館は間違いない。1号館間違いないやろ。まあ、もう堀木の店なんて何回、いや、もう変わんねん、あそこ。1号館から始まって、生鮮100円会になったか、1号館から生鮮100円会になって、ラッキーマートになったなと思ったら、結局1号館や。もう最初から1号館でよかったやないかい。これはあれ、道間違えてるな、これ。車で。ね、この道行ったよね。めっちゃ近く、なんか、うん、めっちゃ浅くの方向行ってる。あ、全然違う方向行ってます。今合ってる？合ってない。合ってないけど、合ってないけど合ってる。こっちでいいよ、とりあえず。でも敷屋の先で曲がったけどな。なんかね、違う敷屋じゃないかなこれ。全然。敷屋ってそんなにいっぱいあるかな、あまりで。あるありえる。この距離ならだいぶ手前で曲がってる。やらかしたか。あの少林寺行ってる。ってことは赤飯張ったっきで持ってく。いや、あ、赤目のが近いだろ。下手すりゃ。まあね。しくったー。あの、まん、もうこれないと思うけど、スーパーヤオヒコ行ってみますか。奈良の。ああ、ヤオフコ行ってみる。もう、どうか近い？もう、そうか近い。これも置いたり、まあ、とりあえず。ただ、やっぱ、口コミ見てるとちっちゃい店だから、うん。もう、地元の、それこそ本当に地盤の、地元の1号館的な、うんうん。規模やと思うけど。さあ、どういう品揃えなのか。やっぱ、結局、これ2人になると、スーパー巡りになるんだよな。いや、まあ、それが一番楽しいですし。いいんだよな、この2人の共通の趣味ってスーパー巡りっていうのはあるんだよな。はい、あ、ここ